心霊スポットで笑ったら置き去り。サンバタイということで来ましたよ。来ました。もう罠だったらこの心霊スポットの一番奥の山から一人で帰ってもらいます。こんなはいかっていいの。はい、しかも関西ナンバーワン心霊スポットに来ましたね。この40代女性が、はい、トンネルあるんですけど、はい、その奥で少年が孤独死してたっていうことで。おかしいやろ。そのおい登場でしょ。お前少年なんか老婆なんかどっちやん。たまんのはちょっとまず合宿しときます。合宿食うの手食うみたいな合唱しときます。あ、うん、はい、ということで、来ました。こちらドン。もうこれ見て、トンボ池、こう有名なんですけど、文字が赤色よね、はい、このトンボ池公園っていう、ここですね、文字が赤色、花も見られてるで、今からちょっと進んでいきますか、はい、ここはまあちょっとこの水辺バックでちょっと一個ちょっと話だけしていいですか。ここですね。そのトイレでその亡くなった子って、まあ、小学生なんですよ。でその子が首どうやって釣ったみたいな話になったんですよ。自分で首ついた方が小学生ができるみたいな。なるほど。いや、そうなんですよ。その小学生の、まあ、女の子なんやけど、が首つってから、まあ、そこで、まあ、肝試しが行った頃は、そのトイレで、いつも黒人のレゲエダンサーが踊ってるのを見るっていう。おい。なんで黒人レゲエダンサー登場すんねん、前か。お前の怖い話。だから、ここから見えたら指さして、見えた。おったーって言ってくれへん。言われへんかった。もう死後工場が始まったもん。早すぎだよ。腰曲がったんかな。もう一番近いのが自分のおばあちゃんに近かった。ぶっちゃけ守護霊として働いたってこと。いい風にでこっち見てて、うん、でそれをなんか横でその背中をそのさせてるその黒人のレゲエダンサーが、おーそうそうそのおいおい黒人のレゲエダンサーまだ出てるか。おばあちゃんをさすってたと。そのチームって言ったらいいんかな、8人ぐらいでさすってた黒人のレゲエダンサーが俺のおばあちゃんの背中8人でさすってて、あ、これやばいと思って。やばいな、それは。今もさすられてんかな、8人おばあちゃんに黒人ダンサーが。いや、おばあちゃん8人なんて。いや、黒人ダンサーの背中はおばあちゃんがさすってない。そう、黒人ダンサー。黒人ダンサー8人が俺のおばあちゃんの背中をさすってない。逆に、じゃあ一人一人行くっすか。もうお前カメラ持って、ま、お前ほんまちょけんな。お前マジでそれ犬アレルギーのやつに犬食わしてんのと一緒やで。何やんじゃんお前。まあね、こう自殺公園って呼ばれてて、リアルな話なんですけど、まあ小学生ぐらいの子供が家出したんですよね。で、いつもこの公園で遊んでたんで、お母さんが夜中に探しに行ったんですよね。で、探しに行って見たら子供が家に帰ってきてたんですよ。けど、はいはい、探しに行ったお母さんが帰ってこうへんなってから、でここではよく女の黒人のレゲエダンサーが出るって言われてるんですよ。おいおい、鳥肌まで立ったのに最後の一言どないしてんの。お前黒人ダンサーでおかしいやろ。まあ行きますか。雰囲気あるって公園で基本これあるとこ基本危ないですからね。覚えてください。いや、そんなことない。なんだ今の。いや、基本危ない。これあるとこ基本危ない。基本危ないし。これ基本危ない。基本危ない。こんな回るとこ危ない。ほんまに。これ、ここ系が。ここ。定時の木ここで自殺してたんですよ、ね。ここですよ。ここです。まあ、確かに。そう、ガンガン近づくなと思う。やめとけ。あ、で、これ、何が怖いかしたら、ここで自殺してたんで、普通、あそこ道路じゃないですか。人目気にして奥とかの方行くじゃないですか。俺だって絶対奥まで行く。もうすぐ死にたかったよな。ここもさーって。ちょっとお前もうそれやめてんの怖いわ。なんならもうここで、もう自殺してから、もうレゲエダンスが。でも、それよそれはい、来ました。もう今もうだいぶやばい時間や。何かやった。何かやれんかった。なんかなかったことのように。今回行くのがそのまあ公衆電話なんですけど、はい、そう結構もう人通りも多いところで、え、こんなとこが心霊スポットなんてなるかもしれないですけど、もう超有名で、まあこれ実話なんですけど、はい、その老人ホームに全く元気やのに無理やり預けられた人が逃げ出されへんくなって、
閉じ込められるんですよね。まあ、そこで、まあ、おばあさんなんですけど、まあ、その人が抜け出して、んで、あの、老人ホームで虐待を受けてて、もうボロボロの体で、助けて助けてって公衆電話、たどり着いたところで、4歳の子が亡くなってたんですよ。おい、なんでやねん。なんでやねん、こう。4歳の黒人ダンサー。てか、そこやで、ね、おい、いつも最後、なんなん黒人ダンサー出てくるけど。4歳の子、なんで死んでんの。でもこの話は岸和田で有名なんですけど、白い帽子っていう話なんですよ。全然関係ないやろ。そこに白い帽子と黒い帽子が出てくるんだよ。黒い帽子は言うてない。嘘やん。もう嘘やん。自分は、自分も笑い取りたくてもう必死やん。その自分乗りたかったね。乗ってくんなよ。到着しました。しました。ということで。今日はね、あの、心霊スポット。まだやってんの俺らだけ。もう秋。なんなら冬。今までチャンネルガードまで映したんだけど、はい、過去一やばいっす。見つけました。はい、ここ、まあ、一応、まあ、名前は伏せさせてもらうんですけど、そう、エヴァイ君から声の名前聞いて、はい、その、Google でちょっと検索させてもらったんですよ。あ、調べた？ここ自殺スポットで。えぐいの？この中でも怖い話がありまして、20代の、まあ、カップルがいたんですよ。カップル。で、結婚全然親に認められへんって言って、二人で自殺しようってなって、はい、なんですけど、公園の駐車場で、そこで、その、バルさんを抱いて、その、睡眠薬一緒に飲もうって言って、二人で飲もうって言って約束して、飲んだのに、黒人のレゲエダンサーが来たんですよね。おい！薬を。なんだ、待ってたわ。おい！で、黒人のレゲエダンサー出てきたよ、また。で、逃げ出しちゃって。なんでやん、はい。なんで黒人のレゲエダンサーが前が出てくるの。どこっすか、ここ。ここが、かなり有名な、呪いのビデオのあった。有名な山ですよ。何を言ってんの。呪いのビデオで取り上げられたんですよ。有名すぎて。ここ殺人鬼が住んでます。じゃあ帰ろ。じゃあ帰ろ。人間的な怖さ。その霊とかじゃない。殺人鬼が住んでる。アウト。帰るわ。そうですそうです。じゃあそういう。過去に悪いことをして、ほんでここで自分で亡くなった。ほんで、殺した人の怨念も全部あるって言われてるんですよ、ここの山には。なるほど。うん。だからちょっと今回。ここなんて名前公園で。これ、B？ B やからあんま言えないんですよ。B が言って。知ってる。これ聞いてる。山、うわ、もう始まってます。始まってます。ここ、熊も5匹出ます。帰ろ。殺人鬼1、熊5。殺人鬼弱すぎる。熊5が怖い。殺人鬼身震。小さい女の子を連れた、はい、まあ、お父さんが、うん、その説教で、うん、この山まで登って、お前自分で帰ってこいって言って、そのまま行方不明になった1ヶ月後に、うん、その家にピンポンピンポンってなって、そのドア開けたら黒人のレゲエダンサーが踊ってた。なんでやねん、なんで最後いつもこれやねん。なんでいつも出てくるんだよ。そういう途中まですごい怖かった。